こんにちはコドクのクドですこんにちは失礼いたしますはいすいませんはいおめでとうございます札幌市東区に住む佐久間沙織さん去年5月に長男の優君が生まれ <laughs> 現在お腹の中には4ヶ月の赤ちゃんがいます <laughs> この日届いた段ボールを開けてみると 新生児用のおむつとウエットティッシュコープ札幌が出産を控える母親に無料で届けているチャイルドボックス子育てに欠かせないベビー用品が入っています出産とか結構いろいろとお金がかかるので消耗品とにかくもうありがたいですね <laughs> 子供生まれたら全然買いに行く時間とかもないですし 1> 第1子を出産予定の母親にはベビー服など20種類以上のアイテムが入ったファーストチャイルドボックスが送られますまた佐久間さんのように第2子以降の出産の際には半分の大きさのコープチャイルドボックスが送られます北海道であの出産される妊婦さん向けに まあ不安がですね少しでもあの和らぐようにと思いまして開始をさせていたただきました実はこの取り組み子どもが生まれる家庭に国が育児用品を無料で支給するフィンランドの制度をヒントに2018年にスタートしましたしかもこの事業費には店頭で回収した紙パックやペットボトルなどのリサイクル品の収益金が充てられています たくさんご活用いただいて子どもさんとの触れ合いですとか家族の絆ですとか活用いいたただけるととありりがたいなと思っておりますコープ札幌他にも子育て支援がありまして1歳から2歳の子どもに年間4冊の絵本を届けるサービスや保育園、幼稚園などで絵本の読み聞かせイベントも行っていてこれらもリサイクルで得た収益金が一部充てられているということなんですね。